三沢さん、こんばんない、こんばんない。中太郎さん、お疲れ様です。こんばんない、こんばんない。ありがとうございます。ゆさらめいです。のどちゃん、こんばんは、こんばんは。ちょっともうすっぴんだからこれつけたい気分。本当はね、ジュリー・メイソンに出る予定だったのよ。予定ね。だから、これをつけてね、こうやって出る予定だったの、メイも。こうやって出る予定だったの。これをつけてね。なのにジュリー・メイソン出られなかったから。ヨシトさん、こんばんだい、こんばんだい。はじめましてです。よろしくお願いします。お願いします。チュンさん、もう寝てるやん。頑張ってたね。もう今日やばい、ずっと仕事してた。遅くまでお疲れ様ありがとう。ということで、現在お風呂上がりですっぴんになっちゃいました。だからこれで得点が出たら、サーロすっぴん送らなきゃいけない。そうだって思って、そうだ、そんなことがあったわって思って、これつけて撮るわ。すっぴん写メをお送りします。もう抗いません。こうやって本当はジュリー・メイソン出る予定だったのに、おかしいな。イーさん、こんばんざい、こんばんざい。めっちゃ可愛くない？百均に売ってたの。よっしゃ、メイもジュリー・メイさんになるぞって思ってて、これ買ったのに、意味なかった。HK さん、こんばんざい、こんばんざい。ありがとうございます。これで踊ったら結構なんか雰囲気出る曲踊れそう。顔があんま見えないからね。でりりりりりりってみたいな。新月とかいいかも。しかも喋りやすくていいですね、この仮面は。すっぴん写メがお届けされます。今だとエサラメイです。これをつけてジュリーメイソンに出る予定だったのよ。やばい。そうだから、今日は遅くまで頑張りました。腱鞘炎になるかと思った。文字を書き続けて。めいちゃん、こんばんだい、こんばんだい。入ってそうそう仮面舞踏会かと思いました。てるるるちゅーちゅーてるるるるってあいや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 ディーバーゆきちゃん、なんやい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 やてや、みつきちゃん、いで、ジュリー・メイソン。もうすっぴん、もうすっぴんもすっぴんでいいとこなすっぴんですよ、これは。だって今お風呂から上がったもん。ヒヒヒって笑っちゃいがちなのよ。へん。ワイボさん、お久しぶりです。こんばんだい、こんばんだい。今日も可愛くて好き。ゆきちゃん。裸眼すっぴん。本当に何もしない。さっきお風呂があって。化粧水と乳液つけただけ。もうしかも前髪伸びてるからマジない。めっちゃ長くない？前髪メインにしては。あいまりやっほー。メインにしてはね、前髪が土着そうに長い。肌が汚い。笑い声ヒヒヒも好き。なんかまあね、言葉で表しやすいカタカナで笑うよね、メイって。裸眼しか勝たんだよ、マジ裸眼。裸眼も茶色いんですけどね、ほら茶色いけどボンって感じ。目がハマったよ、お水。しおちゃん、今日ご飯食べたんだね。
2日間ぐらいいらんかなって思ったけど、全然そんなことなかったね。もうちょっとで。いやだから今日さすがに起きるのが遅くて、白目が綺麗。白目綺麗って言うと白目やりたくなるよね。わかりみが深し。今日の T シャツは東京ディズニーランドです。もう今日はほんと最低ですね。何もやってない。東京ディズニーランドって書いてある。ちなみにこれの赤も持ってます。白目何かくすんでるから。そうなの。でも目よく充血するのよ。白目すぐ白目する。すぐしちゃう。白目ぐらいはもう抵抗ないね。別に変顔に抵抗がないからね。そこまで。みんなは抵抗あります？今日の T シャツは東京ディズニーランドです。ごめんなさい。なんかコスプレとかをやる HP が残ってなかった。でもお風呂入りたかったのよ今日。もうずっと髪の毛くしゃくしゃだったから。ピスタチオさんじゃんって感じ。しかも今日公式だからさ、本当は公式ってメイクしなきゃいけないんだけど、この時間帯なんで先生っていう。逆にねすっぴんの特典が手に入ると思ってもらいたい。本当はもう髪の毛びちゃびちゃのままやろうかと思ったレベルだったもん。もうなんか気力がもうふわふわで。涙がポロリや。あとねちょっと肌がちょっとピリピリしててメイクがあんまりできない状況っていう。今オフ感が伝わるけんよきよき。なので今日はオフハラ名誉をゲットしてください。また黒着ちゃった。黒着るとねこのタオルケットめっちゃつくのよ。モケモケが。テレテテテレテテ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 。なんでオフです今日は。もうオフじゃないんだけど、今日この後まだもうちょっとやることがあるのでやってって感じかな。とりあえずそこら辺をやっちゃって、まあなんとか目処が立つかな。目処を立たせていかなければいかんので、47時間配信アットっていうのもあってちょっと溜め込みすぎましたね。あと47時間配信皆さんどうでしたか？ちょっと感想を直接聞けることがあんまないからさ、教えてほしいわ。どうだった？何が一番面白かったですか？これを踏まえてこういうのが見たいよっていうのとかありますか？逆に。大阪ラバー聞くとすごい大阪行きたくない？行きたくなるよね。通天閣とか大阪好きなんで。もともとサーラの住んでたところは東京よりも大阪行く方が多いんで、大阪の方が近いんですよ。なんか距離感は。あれ公式だった。今日公式担当なのよ。この後個人やる。ごめん、もう今日はお風呂上がりすっぴん。この後もまだやるんだっていう状況なんですよね。ちょっと離れよう。離れて配信しようかな。しかも T シャツクソダサいの。東京ディズニーランドって書いてあるな。ヤッホー、カモラゲさんヤッホー。すっぴん写メ持ってないからあり。いやもう本当今日の特典はマジすっぴんです。すいません、さっきお風呂上がりました。ちなみにあのヘアオイルつけてるんで今すごいいい匂いします。
Tシャツ達成とか言わんといて。しかもめ、これの赤も持ってるからこれの赤持ってるから、ここにね、なぜかね数字がついてんの、ここほら83っていう。もう今日の全身はこれですよ、本当に。もう本当家安原の私生活とか垣間見れちゃう、そんな感じ。いつもこういう感じ、もうお風呂上がり。パジャマあんま着ないんですよね、買ったけど。俺の紙面達成、おいおいおい書かせてくんね。バンザイイーツは配達範囲広ければ、でも次頼んでみようかなって。ぜひ頼んでほしい、次も。俺の推しメンダサいよ本当に。でもほとんど世の中の女の子みんなこんなもんだから、匂いも届けてくれませんか。じゃあ届けます、動画とかで、動画かデジ社で届けますね。じゃあデジタル社名にこうやってやりながら書くわ。こんばんだいのたん、こんばんだ、おう久々じゃん、こんばんだい。47色は心配でずっと見守ってた。いや本当に、めいちゃん、みーちゃん、やっほー。ねえピザさ、アスパラのやつにした、あれ選んだのめいだよシェフの気まぐれ。えなんかめいが一番あの時に、今は思わないけど、あの時本当時なんかペヤング全部食べきってみたいな、ちょっと気持ち悪かったのよ、なんかご飯を食べてて。でその時にピザを見たから、どれが食べたいかなと思った時、今お肉とかじゃなくて野菜が食べたいと思って、野菜らが食べたいシェフの気まぐれのやつにしちゃった47時間配信お疲れ様。確かに久々ね、めっちゃ久々やんね。アスパラとトマトとコーンしか乗ってなかったんだけど、めっちゃいいじゃん、超美味しい。それはそれは美味しいやつじゃん、東京ディズニーランドマジでダサい今日、なんかやだな。めいちゃんの気分で選ばれたの？そう、めいが食べたいの選んだ。どれがいいってふみに言われたから、うん、これが食べたい、めいは今っつって。推しメンが食べたいもの食べれるとか幸せですやん。でも今は食べたくない今はピザ自体食べたくないね。47時間ゆえみちゃんってめいちゃんの声で起きた。あ、ゆえみちゃんの寝起きドッキリ良かったですよね。ほんとドッキリかと思った、メイに対する、うちらに対するドッキリなのかと思った。いや本当に今日さ、ごめんね、今日特典買えるんですけど、買っていただいた方はもれなく安原のお風呂上がりの出品の写メが届きます。これですねすまん、だから本当はもうずっと最初から最後までずっとこれつけてようかと思ったの。仮面武道会一人で開こうかなって思ったレベル。こうやってこれは本当はメイジュリーメイソン出る予定だったからさ、そのために買ったのよ。メイちゃんの生足膝枕で甘えてたねってコメントした、びっくりした、あれ可愛かった。寝起きだからさ、多分先輩とかのなんかそういうのもなくなってて、めっちゃ可愛かった。ゆみちゃんがメイの膝のとこでこうやって寝てて、可愛いって思って、可愛いねってなった。実は安原もジュリー・メイソンだったんだよ。ほら人狼は抜けた人分かりやすくしてもらって、また見たい。死んだらってこと？寝起きドッキリ、起きないドッキリ、そう。じっくんやっほー。フィナーレの注文ってさ、あれやんな、動画とチェキとデジ社合ってる？メール来たけど来るの遅かったから大丈夫かなって、合ってる？これだよね。昨日合宿見て楽しそうだったね、超楽しかった。で皆さんデジ社頼んでくださった方申し訳ないんですけど、ちょっと手が腱鞘炎みたい物書きすぎて腱鞘炎みたいになっちゃって、ちょっとデジタル写メに支障がちょっと出てる。あの文字が書けなくなっちゃって、あの頑張って書いてるとこは書いてるんですけど、
あのちょっと字がぐちゃぐちゃだったりする、申し訳ないです。特にチャイナとグランドフィナーレあたりがちょっとやばいかも。他はちょっと頑張ったんですけど、メイさんに膝枕されとったって動揺してた、かわいい、マイケルの息子みたい。ポン、手首元気になってからでもいい。でも出さないとダメで、とりあえず全部出したんですけど、ちょっと返品受け付けるんでちょっと今日ぐらいからはまたちょっと頑張るんで、先生あの冷やしたら治りました。お礼言えてないかもだけど、生誕前日写メありがとう、どういたしまして。いやでもメイもこう合ってる、あよかった、あのちゃんとメイも全部把握できてるのか心配。自分から甘えに行ってもう一回寝る行くようだったよってコメントして、超あれ可愛かったよね、めっちゃ可愛かった、超可愛いと思って、写真欲しかった、スクショは撮った方お待ちしてます。今日何時に寝れるんだろう。今日は寝れるけど明日はどうなんだろうね。料理配信はめいちゃんが顧問としてついていってあげてほしい。いやみんな料理できなさすぎでしょメンバー、びっくりしたんだけど、どうやって生きてたんだろう。でも実家の子も言うもんね、楽しかったです。でもそう思ったら伊沢らはなんか思ったよりもいろんな、なんだろう、企画に出たので、それがすごく楽しかったですね。貴重すぎた、貴重な経験でしたね。特典券何枚で作りに来てくれる感じ、ハントンライス1時間ぐらいで帰るけどね、あれすぐできちゃう。思ったより、え思ったよりメイ読み力高くない、読み力っていうか、まあ、自炊力すごい高い方だと思う。だってもう揚げ物手に入れたからね、えさあ結構最強かもしれん、料理できるわ。舞ちゃんとか読みに行けるのかってレベルで高かった、やばいもんあの子は。ブロッコリー縦に切る時点でちょっと本当に怖い。あと港リマね、玉ねぎ切れない港リマ。IH でも火事起こせそう、そんなやばいことある？いやでも火事を切るのはちょっと勘弁だわ。でもなんかみんなそんな、なんかね、作れる子は作れてるから、なんか次は47品作るみたいなのやりたいね。めいちゃんの推しメンの猫耳ヘッドホンの人に気に入られた人、ななこちゃん、ななこちゃんかわいい。あ今日推しメンからチェキが届いてた、お母さんから経由して。桜チルの昨日のポジションめちゃくちゃ良かった、泣いた飛んだ。そうめ、桜チル昨日うまく歌えなくてすごい一人で吐けてから死んでたんだけど良かった、そう言ってくれる人が一人でもいて救われた今マジで。フライパン料理しかできないので勉強します。フライパン料理ができれば別に大丈夫だよ、メモだって基本フライパンと電子レンジ使わんもん、あとトースターぐらいたまに。久々だったね、あそこのポジション何ヶ月ぶりだっていうレベルでやってなかったから。桜チル、ジュリアのポジションなんだけど、もともと違うとこだから、なんか最近桜チル目4箇所ぐらいできるのよ、だから結構どこがどこか分かんなくなっちゃって結構ね焦ってました本番のライブ本番1時間切ってるぐらいの時にフォーメーションを全員に送ってるので、新しくしたの、いやギリギリまで千葉組が出れるということを願って粘ってたんですけど、ちょっとね出れなくなっちゃって、急に3人いなくなっちゃったからさ。フライパン料理しか、あ読んだそこ、舞ちゃんは常に火力がマックスぽいな、めっちゃうん。美馬が意外とできないのと愛ちゃんができるようになってて、愛ちゃんは意外とできる子なのよ。僕みーちゃん知ってるようだって、初めて見たんだけどジュリポジめっちゃ久々にやった、本当に9人フォーメーションぐらいとか7球はやってたかな、基本的には7球。ジュリのポジションが初めて自分じゃないポジションに立ったとこなんだけど、7
7人だと自分のところとジュリアのところとフミのところとあと司のところができます。ううのとことフミのとこも、名古屋はフミのとこやったしね。街路樹の桜のオタク、すごいよね、いい曲、ほんと桜散るいい曲。アイリもやばい、アイリやばいの料理、嘘、確かに料理してとかあんま見たことない。2年前がちょうどピフ？マジ？そっか、そんぐらいか。めいちゃん似てるなって見てたよってコメントした。んーの？ななこちゃんが？似てないよ、あの子マジ可愛いもん。ななこちゃん可愛すぎて、ほんと心が打たれまくっている。いや今日いい匂いしますよ。メイポジのあんちゃんも好きなんで、安原のポジションね、他の子が入るからね、安原もう自分のポジション入れない。サイクラチル、まあ、サイクラチル毎回シンポジだと思いながらやるからね、あんまミスがない。すごく嬉しい、私も似てるって思ってた。だってななこちゃん可愛いのよ。今回の47配信の総括としてはコオロギを2匹食べたことですね。最悪、今だから言う、最悪だ。オリメンサクラチルが見たい。オリメンサクラチルって誰なんだろう。7人、あ、9か。メイは街路樹の桜のとこのパートの人なんで、あとあそこ、またここでいつかのとこですね。虫食べてる推しメンが一番好き。もう最悪だった。もう今回だってどの子もでかいんだって、最悪だ。コオロギ食べちゃったの本当にちょっとマジでやだ。もうこんなの次じゃあ何食べるってなんのって思わん？次あるか知らないけどさ、シュールストレミング、今度食べて。あ、美味しい。でもね、それは匂ってみたい。コオロギは美味しくなかった。美味しくなかった？10年分のセミの抜け、あれやばいよね、どうやって拾ってきたんだっていう。でもエサーラは臭いものシリーズに挑戦のやつあったじゃん、あれね、目意外といけた人なんで大丈夫だったんだよね。イナゴも飲んだけどコオロギはちゃんと噛んだの、えらい。お宅に臭いものと虫配布は草。あとピザね、ピザ世界一臭い缶詰だから強烈な、あ、だからあれ本当はスタッフさん買ってくださってたのなんだけど、さすがになんか借りてるスタジオで開けたらダメらしくて、なんかやっぱちょっと遠くまで行って何もないとこで開けないといけないらしいから、だから安原はちょっと今回匂いを嗅ぐことは叶わず。でも臭豆腐も食べれたし、臭いも全然大丈夫だって、言うて臭いと臭豆腐調理したのメイだから。あと何、なんかあの何、エビのやつも特に問題なく食べる。あ、しょっぱいで、なんかドリアンはあの臭いんだけど、なんか超えた先には何かあるよねって感じ。乗り越えた時に、乗り越えた先になんかマンゴーバナナみたいな、マンゴーとバナナとブドウを合わせたような味がする。でもなんか加工品をマレーシアとかタイで食べたんですけど、その時ガチで吐きそうになったの。ドリアンのアイス、アイス、アイス、アイスだよ。ドリアンのアイス食べてマジで吐きそうになって、マジ多分誰かの携帯の中に残ってるんだけど、フミかな、食べてガチのうってなってる動画が多分あると思うんですけど、それぐらいガチ、目あんま目吐けない人なんですよ。そうそうそう、吐けなくて何か気持ち悪いとかなっても吐けないタイプなんだけど、その時はマジでリアルに出そうなぐらいのあれだったんだけど、その時に比べたら全然ドリアンも食べれた。でもね、自分がその後臭かった。お宅に臭いものと虫渡したからね。シュールストレミングは屋外で開けないと、そうやばいんだって。アイス、
あ、やばい、あれが一番やばい。オープニングの落書き写メが今届いた。うえー、今マジ。メイはもう47時間配信の落書き写メは今日の23時、昨日の23時59分まで送んないといけなかったから全部送りました。ちょっとマジで時間が足らなくて、オープニングの落書き写メは時間があったのよ。でももう本当に23の落書き写メがマジでちょっと時間がなくてですね、ちょっとふわーってやってるから誤字脱字がひどいのと、ちょっと字がマジで手がちょっと死んでたので字がちょっと汚いかもしれない。思いのほかね、間時間がなかったっていうね。服が破れてるから塗っとくで塗らないで自分で破ったんだよチャイナも来てよ。あ、嘘、どうだった？チャイナのタコちゃんのやつね、間違えたの。あ、そう、間違えてね、人狼ゲームの方をめっちゃ書いちゃった人狼ゲームめちゃめちゃ多分凝ってる。そう、人狼ゲームめっちゃ凝った落書き時間があるから、あそこがね区切りだからね。ちょっとペン買うわ。あのね、ペンをね折ったんです。手で書いてて、まだちょっとこういう風に書いてほしいみたいなのがあったらちょっともう一回言ってください。全然書くんで、書き直しますんで、すいません本当に。ちょっとあんまり記憶がないところではある。なんかね、もう人狼ゲームあたりとか楽しすぎたけど、楽しすぎて記憶ないもん。もう人狼ゲームもう一回やりたい。あとファンの人ともやりたい。これは面白いぞと思って、みんなちょっと人狼ゲーム覚えといて、超楽しかったから、みんなで人狼ゲームやろう。人狼ゲームのお宅になりそうそのレベルで人狼ゲームがすごく楽しかったです。人狼の時眠すぎてメイちゃんが騎士ってことしか覚えてないから、いやめっちゃ上手だったんだってメイの騎士。ちょっと本当に、え、もうこれは本当にもう歴史的に残るような戦いをしたんだよめっちゃ上手だったマジで。お口で開けた？うん、開けたやつをここにってプッてやっただけ。え、マジ歴史的勝利だったよあれは。あれはね上手だったよマジで。だって騎士って来た時にマジって思ったもん。マジって思って、あと大体ね、殺されそうになるのが早い。メイはやっぱああいうゲームってそのゲームを作ろうとしないと負けるから、とりあえずめっちゃ喋るのよ。自分の流れに持っていかないときついじゃん。だから自分の流れに持っていくためにやってたんだけど、だいたいそこで最初に疑われたりするのよね。なんでなんだろうね、やっぱ喋る人がね一番疑われやすいのよ。霊媒師お亡くなりになるの早すぎて笑った。だってさ、もうマジで旬だもんね。2回戦とかもすごかったもん。あとね、一番面白かったのは3回戦目占い師と騎士が一発目で死ぬっていう絶望だったマジ。もうリマと2人で目配せして、これやばいねっつって、リマが霊媒師っていうのは分かったから途中で、ね、だからあの2人最悪だよと思って。2回戦ね、あれは騎士と占い師ががっちりだった。そう、騎士と占い師、メイはさやちゃんに自分が騎士だよって教えてたもん、目で。私が騎士だよって、私があなたを守り続けてんだよっつってめっちゃ守ったよ。でも勝てる、なんだろう、あれがついた時にもう自爆するという、いい騎士だったな、あれは。いい騎士だった最後だって市民やから、もう市民しか言えん、はい、市民で市民で市民でしたら市民なんだってとしか言えないから、マジ市民だった。でも分かりやすい子が多かったね、あゆちゃんとかえみのとか。えみのとささの人狼の時はマジで分かりやすかった。
手書きじゃなくて打ち込みのメッセージもいいわね。本当にごめんね、ちょっと手書きのつもりだったんだけど打ち込んじゃった。でも何個か手書きになってるからちょっと順番交互交互に来るちょっと待っててね、全部多分来ると思うから。ピッ鈴ハッティアン、ピッピッピッ。やばい、個人ルームもやんなきゃいけないんだ、忘れてた。公式ルームだけじゃないわ。まあそんな感じで、まあ、ちょっと今日はすっぴんなので、まあ、もし注文頼んでくださった方がいたら S 原はあのすっぴんの写メを送ります三冠線は踏み切り出ておかないといけないやつ、めっちゃ笑ったもん。47全部来た、おお早い、イベント中だから早いね。確かにめっちゃ早、びっくりした、早っ。個人の時頼むね、了解です。可愛すぎる、いやそんなことない、マジですっぴんだから。お風呂上がりだよマジ、ただのということで今からね、私個人ルームの方にお移動したいと思いますのでお願いします。個人に行きます、せーのドン。いや明日トークポートなの知ってた、あ今日か、メモ25日過ごさない予定だった。あまあそれは個人ルームで話します。じゃあね、かわいい、ありがとう。ちょっとプチってなってるし、移動します、バイバイ、ありがとうございました、また来週。